ファイナル編第1回目終了しました。こんな状況になってませんか上のこのように、あれ、全然解けないじゃねえかと。俺1年何やったんだよ。下のこのように、確か24、5点取んないとダメなんだよな。うわ、全然足りない。周り解けてるのに俺だけ低くない今年無理かもしれないな。 初受験の方、ファイナル編1回2回受ければ誰もが感じる状況です。初級生がファイナルトーレンでいい成績が出ないのは当たり前です。周りの方は1年分多く勉強してます。皆さんはこれからそれに追いつくんです。今の皆さんの成績、これは仮の姿です。この 仮の姿だけを見て、今年はダメだと思い込まないでください。こんにちは、レックス2校室の根本です。こちらの動画では、初受験生の方、これから何をすればいいのか、シンプルな方法を一つ提案いたします。また、ファイナルトーレンで、15問を切ってしまった、ちょっとかなり低く出てしまったという方、かなりの荒れ料ですが、いい学習方法、方法論を提案したいと思います。 この日本立てでやってまいりましょう。まずは一つ目。初次件の方。これから何をすれば点が上がっていくのか。まあそもそものなんで点が上がらないんでしょう。勉強をしているのに。初次件の方はこれからやるべきこと。シンプルに一つ。上の方、横に見ていきます。インプットテキストで論点は学習しています。 なのに、なんで点が上がらないんでしょう右を見てください。使う回数が少ないからなんです。使う回数が少ない。だから、使わないから記憶に残ってない。答えを見ればわかる。でも使ってないから記憶になってない。だったらどうすべきかというば単純です。使えばいいんです。 やるべきことは、問題演習です。次の段に行きましょう。知識はそこそこ入ってる。にもかかわらず、なんで点が伸びない横を見てください。どの知識が問われやすいかわからない。だから問題を見たときに、全範囲、360度の知識全部をね、検討してしまう。どれを使うかが、わかんないんですよ。じゃあ、どうすればいいかと。 といったら、これも実は単純で、演習なんです。演習をすることによって、どの知識が問われやすいか、どれが問われにくいかが分かってきます。で、問われやすいものが分かっていけば、優先的な引き出しが決まってくるんですよ。 あ、これが聞いてきたってことは多分このあたりだろうなと。引き出しがだんだん分かってくるんです。三つ目行きましょう。一つ一つは学習しました。ですが、いきなり全科目聞かれると引き出せない。まだ引き出しがそこまで整理できてない。となるとやっぱりやることは単純で、 演習なんです結局、初受験の方、やるべきこと、シンプルに一つ、演習なんですよ。初受験の方の今の状況だと思いますここが基準点です。 本来、それに匹敵するほどの実力は常にあるんです。ですが、インプット講義の状況では、まだそれが点に結びついてない。本当はここまであるのに結びついてない。それを真ん中、演習をしていくことによって、だんだんその知識が点につながってきます。で、点につながっていくと、 その子の顔の通り、だんだん楽しくなっていくんですよ。で楽しくなるから、どん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 やっていくんです。すると、一番右。点数の方が、演習等によってどん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 増え、あ、これもやろう、あれもやろう、これもやったら点が上がるぞと,と言って、合格点まで伸びていきます。直前期学習、いろんな方法論がありますが、 大多数の方は演習です。演習をすることによって、知識、これが点に結びついてきます。まずやるべき作業というのは、凹むこと、ある程度凹んだら、演習中心の学習にしてください。そして、次のテーマに行きます。ファイナル編、15問程度いかなかったという方、その方だけがこれからを見てください。 で、それ以外の方は、もうブラウズバック等を押して、もうこの動画は閉じてください。ちょっと危険な荒料理です。よろしいでしょうか。<laughs> ファイナルトレーン、15問正解も届いてない方へ、ここからの逆転合格法。こちらですが、皆さんに伝えたいのは、選択と集中です。 学習範囲というのはかなり広くあります。この広い学習範囲を全部やろうとする。全部やろうとすると、一個一個が薄くなってしまいます。この試験、必ず出るテーマがいくつかあるんです。毎年と言っても出るテーマがいくつかあるんです。 まず、出るテーマ、必ず出るテーマを潰しましょう。はい。で、もしそれが潰しきれるようになったら、これ範囲を、出る可能性があるものまで広げていきましょう。まずは午前11テーマ、午後14テーマに絞る。そしてこれができるようになったら、 テーマの数を増やしていく。そしてここまでできるようになったら、もっと広げていく。全般にやって、すべてが薄くなるぐらいだったら、出るところをがっちりやってきません必ず出るところをがっちりやれば点がついてくる。点がついてくると楽しくなって、勉強の速度が上がってきます。じゃあそれ具体的にどこなんよと。 え、噛むこと。問題数。ほぼ毎年出るもの。出題が多い。そして、これは捨ててもしょうがないかなって分野をこちらの方に記載しました。憲法から行きますと、憲法。まず憲法に反するかどうかという問題が、まず毎年出ます。で、憲法に反するかと言われたら、ほとんど反しません。憲法に反すると言ったら、罰です。 憲法に反しないといった場合は、大体丸です。なんで、皆さんは普段の学習では、憲法に反するっていう結論のものだけをピックアップしましょう。そんなに多くありません。で、それが済んだら、今度はね、出題が多い分野、こういった分野の方をやっていきましょう。横、ここは捨てるってところ。 出ないとは言わない。でも出ても差があんまつかない。次、民法。絶対出るのは時効で、次、相続では、このから1から2は出ます。一方、もう16年以降出てません。民法物件です。9問中5個のテーマが大体決まってるんです。 そして、よく出るのが、それ以外に二つ。悩ましいのが次の民法の債権、親族相続。ここが、絶対出る論点がないんですよ。よく出る分野が一つ目。債権の消滅。弁債とか、総殺とか。もう一個は、貸し借り関係、使用対策、賃対策、消費対策などです。 出ることはありますが、出てもやっぱり差がつきません。次、民法、親族相続。よく出る分野がこの4つ。次、刑法。まず毎年出るのが財産犯。窃盗、強盗、詐欺等、財産を奪う犯罪です。よく出るのがこの3つ。一方、 出ないとは言わないけど、まあ出る比率が非常に少ない。それがこの右の載ってる三つです。次、商法会社法。毎年出るのはこの三つ。設立、持ち分、企業再編。よく出るものが、いわゆる機関設計で、機関設計でよく出るのは取締役と監査役です。捨ててもいいかなっていうのはこのあたりです。 株権、え、今年出て、あ、去年出てます。責任非常に難しいです。商法、正当率の肯定が激しすぎます。品質論点だけはやるのはいいとしても、まあ、これね、前範囲を網羅するっていうのは諦めた方がいいかもしれません。次、合科目の傾向です。合科目、ほぼ出るのが証拠です。 出題が多い分野が、訴訟の終了分野、訴えの取り下げ、和解、認諾、や、判決のように、訴訟が終わる場面。また、口頭弁論と、まあ、その準備、弁論、準備手続きとかです。一方、ここは捨てると。まあ、昔よく出てましたが、とんと最近来ないのが1と2。で、去年来たのが3。民事執行法。 実は、毎年出るものがありません。ただ、近年、この丸一が本当によく問われています。一方、動産執行強制管理。もうこのあたりは学習範囲から外していいんじゃないかと思います。民事保全法。保全命令は5足中3足から4足きます。 司法書司法。供託法。弁済供託と供託手続き。この供託手続きというのは、供託、教託をする手続き、預ける手続きと、払い渡し手続き。この二つが該当します。この二つも頻繁に問われるところです。一方、 ま、出ないとは言いませんが、出る頻度は少ない。で特に一番に関しては、難易度もかなりありますので、まあ、このあたりは後回し等になっても、これはしょうがありません。次、不動産登記。よく出るテーマはこの4つ。で、前通りの4つで、よく出るのはこの6つ。なのね、まあ、ここは一応ね、左4つ、右6つとしてますが、 普段の学習は、ここに、まずは焦点を当てて、点数を上げに行く、というのはありだと思います。また、登記を読み取り問題、もう最近減ってます。向場提投、抹消回復、破産、出ないとは言いませんが、まあ、これをやるんだったら、まず左側を固めるべきでしょう。次、商業登記。8問中5問が決まってます。 で、その上で2問よく出るテーマがある。で、可能性が低いもの。特に総論の部分ですが、不動産登記は総論が毎年6問、7問出てきます。でも商業って出ても1問程度なんですよ。出ない年の方がむしろ多いです。ということで、どこをやるのかってことをまずね、選択しちゃって、そこに集中的に学習時間をかけていく。 これをお勧めしたいところです。じゃあ、集中して学習時間をかけると言っても、何すりゃいいのもう学習と言ったら、3つのことがあると思います。読む、解く、暗記する。これをどれをやればいいのと言ったら、全部ですよ。全部。うん。あの、こちらね。 いきなり演習会っても、わけわかんなかったら、演習する意味ありません。初めて勉強したときって、この3つをやっていたはずなんです。ですから、その3つを、丹念にやっていきましょう。具体的には、まずはテキストを読み、過去問を解く、で、過去問を解いた後に、 図表等があれば、その暗記作業に入る。この三つを、丹念にやっていきましょう。できれば、お勧めがあるのはね、あの、ここと、これは日を分けたほうがいい。読む日と解く日は分けたほうがいい。一晩寝るとね、記憶って定着します。そしてもう一つ。科目によっては、テキストを読むことを重視したほうがいいものがあります。 これは民法です。民法などは問題演習、ちょっと効率が悪いんですよ。問題文が長い等がありますので。なんで、適期そう読むことを優先的にした方がいいでしょう。また、図表暗記を中心にした方がいいのが、会社法や消灯法です。これも問題の数が少ないというのもありますし、また、問題文が長いんで演習にちょっと時間取られちゃうんですね。 そしてもう一つ。この文。問題のところ。なんですが、ちょっと補足をさせてください。まず、括弧1。過去問を解く分野について。1。問題数をはじめすっごく少なくしちゃって、それをもう100%にする。そうしたら、それを徐々に徐々に広げていく。2。教授と学生が話し合っている問題はパスする。 二行三行で済んでるような問題。まずそういったものから優先的にやっていく。三。解説を読んでもね、ちょっと意味わかんないなと。ってなったらもう無理に追わない。出ないとは言わないけど、そのね、わけわかんないものに時間使ってる時間がない。テキストを読んでも理解できないものは、とりあえず取っといて、テキストを読み込んでいて、できる問題をちゃんとやっていきましょう。 次、カッコ2。過去問だけでなく、当連等の問題が必要なもの。これがこの2科目。会社法や憲法です。今まで持っているものでもいいでしょう。こちらの方の当座とチェックテストの問題や、ファイナル編の問題を使う。もしくは、え直線択一過去問、絞り込む講座を受けられた方は、その問題を使う。などをしてください。この2つについては、過去問だけではちょっと追い切れません。 はい。以上が、まあ、こちらの方、私からの、まあ、アドバイス等になります。一応、これは、まあ、受験生共通項で当てはまるものじゃないかと思っています。ただ、人によって、こちらね、置かれている状況、時間等があると思います。こちらの方、直前期、個別相談会を実施しています。 4月のね、3日あたりから電話での予約ができるようになってます。もし、えー、個別個別、こういう需要だけどどういうのがいいんだろうと、というのがあれば、ぜひこういったものもご利用ください。こちらの動画の方は以上になります。まだ3ヶ月あるんです。諦めるのはまだまだ早すぎます。頑張っていきましょう